名は尾上、川崎の対戦となった1回戦イグルーフ。ゲームは第3フレームへ。名は秋。これは今のあーという声は熱く入ってしまったことに対するあーなのか、それとも熱く入れて飛ばそうとしたのに9本なのかっていう、まあ、いずれにしてもちょっとフラストレーションたまる一投だったということですね。そうですね、練習ボールが良かっただけにというところですね。とここはビッグ4が残ります。左側の17番レーンはよりどうでしょう、右側の18番に比べると。曲がりますね。ですね、曲がってますね。左側へのいわゆる打ちシットをするともう厚めに入ってスプリットだとか裏まで行ってしまうという、そういうことが起きていますよね。思った以上に曲がるために左側を苦労している、はい、ということのようです。テイク2です。川崎優衣です。どうだ川崎、はい、あこれ来ないんだ、うん、欲しいですね。でもまあこういった形で、まあ、できれば薄めで飛ばすような、まあ、攻め方の方が10本倒れやすそうな感じがしますね。なるほど。2投目ありがとうございます。さあ今のところストライクを持ってきているのは尾上萌香の2フレームだけですね。2フレームだけ。まあ縄はそろそろ全開で走りたい第4フレームになります。17番左側のレーン外に出した。よっしゃストライク、やったーという、はい、ピンマイクが拾った声です。ようやく左側のレーンでストライクを持ってきましたから、はい、次のフレーム。そうですね、本当右でも左でも練習ボールはねストライクバンバン出してましたからね。ボレボレがいい、これがスパイラルというかね、引っ張られるという形に、ね、なると思いますね。すでに投げた名は、そして尾上はストライクです。川崎優衣どうだ、ちょっと外に出した。これはさっきに比べるとだいぶ大胆に外に出したような感じでした。左側の方が多くの選手がもう少し中のラインインサイドラインを投げているんですけれども、はい、川崎はあえてあそこから外から攻めようとしましたね。ここは綺麗に4本マークしました。この後ゲームは激戦に。